地球か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけど、あいつが来た時、悔しがらせてやりたいから、地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ！ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげで、このフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい、僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ！くたばれ！くたばるのはそっちだ！来ます！来ます！トーチェッライダー！そんな姿にまでなり果てて、よくおめおめと地球まで来られたもんだ。わざわざ殺されるために。お前たちは一瞬で僕に殺される。分かっているんだ。
バカな。怒ってんだ。行ってみるしかあるまい。あのフリーザ一瞬で信じられん。一体誰なんだろう。気を抜くなよ。何やってくるかわからないからな。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか。なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから僕についてきてください。どうする。僕はあの人について行ってみます。行ってやるか。奴の正体を暴いてやる。